この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はペルチェ素子を使って冷却の限界を攻めていきたいと思います。前回の動画ではペルチェ素子を使った発電というのをやりました。これもなかなか面白い実験ではあるんですけども、ペルチェ素子は本来発電に使う素子ではありません。発電効率はだいたい 0.6% ぐらいになってしまいました。今回はペルチェ素子の正当な使い方である冷却をやってみて、ペルチェ初心者でもどこまで冷却できるのかを試してみます。目標はマイナス60度です。実験を始める前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。ディジキー日本公式チャンネルの登録者が5万人を突破しました。この節目を記念してディジキーからちょっと早い福袋を10名様にプレゼントします。詳しくは概要欄から確認お願いします。ディジキーとこれまで約4年間チャンネルを作ってきて、とうとうここまで来たわけですが、この5万人というのは電子部品業界の企業チャンネルでは最多の登録数です。ディジキーではやっぱりものづくり動画を重視していて、ディジキー動画を見てものづくりの楽しさを知ってエンジニアを目指す人が増えてほしいというように、完全独自でコンテンツを作っています。チュートリアル動画がかなり豊富にありまして、エンジニア育成の一環として動画を使っている企業もあるくらいです。というわけでこれからもいろいろな動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。早速実験をしていきます。ペルチェ素子は電流を流すと片方の面は冷却、もう片方の面は発熱するという面白い特性を持ったデバイスです。ペルチェ素子に電流を流してみるとこの通りです。こちらの面は冷えてきて、そして反対側の面は発熱しています。実際に触ってみると結構ひんやりしていますね。16度とかそんなところです。これはペルチェ効果によるものです。この中に P 型半導体と N 型半導体が入っていて、それらを金属でつないでいくことでペルチェ素子を作ります。実際にはこちらの面の熱を奪う、これは吸熱です。そして反対側の面に熱を逃がしていきます。なのでこちらの面は冷えて、反対側の面は発熱する、そういった温度差を与えるデバイスがペルチェ素子です。こういったペルチェ素子の特性を利用して、ポータブル冷蔵庫や半導体の冷却に使われることがあります。一方でペルチェ素子を使うときに注意する点が一つあります。それは何かというと、ペルチェ素子自体が発熱することです。ペルチェ素子を動作させるためには電流を流すわけですが、その電力っていうのは P=VI です。この電力分ペルチェ素子が発熱します。なのでペルチェ素子を使った冷却をやっていくと、ペルチェ素子自身の冷却っていうのが非常に重要になってくるわけです。ペルチェ素子に電流を流し始めると、このように温度は下がっていきます。ですが時間が経過していくと温度がどうなるか見ててください。だんだん最低温度が上昇してきました。16度。そして17度という風になっています。反対側の面を見てみると、こちらもですね、どんどん温度は上がっていきます。60度台後半になっています。このように温度差を与えているわけですが、発熱しているので、ペルチェ素子自体がどんどん熱くなっています。冷却面の温度は室温より高くなってしまいました。今回の実験の構成ですが、ペルチェ素子は3段重ねで使用します。部品はディジキーで購入しました。下段に置くものが一番面積が多く、そして中段をこのように重ねていって上段を重ねていきます。上段のこの面が冷却面です。なぜペルチェ素子を多段構成にするかです。一番シンプルなのが1層なんですけども、あえて多段構成にするには理由があります。それは何でかっていうと、よく冷やすためです。まず下段のペルチェ素子の発熱面を室温基準とします。そしてこれに電流を流すと冷却面は冷えます。そしてその上に中段のペルチェ素子を置きます。そうすると下段の冷却面の温度を基準に中段のペルチェ素子に温度差を与えることができます。そうすると中段のペルチェ素子の冷却面は一つで使う場合よりさらに冷やすことができます。その上にまたペルチェ素子を置けば上段の冷却面はさらにまたそのさらに冷えるわけです。これがペルチェ素子を多段構成するメリットです。今回は3段重ねでやります。ここで重要になってくるのが発熱面の冷却です。例えばこの図で考えてみます。上段のペルチェ素子に電力 P1 を与えて Q1 の熱を吸熱します。そして Q2 の熱を発熱面から逃がします。そうすると Q2 は吸熱した熱 Q1、そしてペルチェ素子に入力した電力の合計です。上段のペルチェ素子自体の発熱もこちらの中段に入っていきます。この中段に入ってきた熱を移動させるために中段に P2 の電力を入力します。そうすると下段に Q3 の熱が伝わっていきます。同じように下段のペルチェ素子も動作させて Q4 の熱を逃がしていきます。そうすると下段のペルチェ素子から逃がさなければいけない熱っていうのは最初に吸熱した熱、そしてペーチェ素子の上段、中段、下段の消費電力の合計全てです。ペーチェ素子3枚分の莫大な量の自己発熱を逃がしていく必要があります。ですので、今回はこちらに用意した巨大ヒートシンクを使うことにします。産業用のパワー半導体の冷却とかに使われるやつです。ペルチェ素子にどれくらいの電力を入力するとどれくらい熱が移動するのかはデータシートに書いてあります。データシートに載っている値を使ってどれくらいまで温度を下げられるかという理論計算は可能です。ですけども実際には想定していない熱の出入りなんかもあります。ですのでこの3枚組み合わせた状態で熱、電力の平衡によってどれくらいまで温度が下げられるか決まります。ヒートシンクの上にペルチェ素子を置いていきますが、この状態ですと密着が悪いので熱伝導しません。ですので熱伝導グリスを使います。今回はこの2種類を選びました。一つはパワー半導体用の冷却に使う安めの熱伝導グリス YG6260 です。熱伝導率は 0.84W パーメートルケルビンです。もう一つはかなり高性能な熱伝導グリス TC31G です。熱伝導率は 8.5W パーメートルケルビンなので先ほどのものの10倍です。ただどちらの熱伝導グリスも最低使用温度がマイナス40度なのでこれ以下の温度になった時も熱伝導率を維持してくれるかは何とも言えません。軽く予備実験してみたところ TC31G の方が低温になったので今回はこちらを使用します。ちなみに熱伝導率の高いものとして液体金属グリスがありますが、それは低温時に凍ってしまうので今回は採用を見送っています。早速ですが実験を始めていきます。まだ電流は流していないので冷えていません。最初はですね、定格電流の 20% くらいでやってみようと思います。こういうふうに電流を流していくと、お、だんだん冷えてきました。結構冷たいですね。かなり冷えてきています。まず温度測定します。ペルチェ素子に電流を流すと、はい、こんな感じで冷えてきました。一番上段の部分がだいたいマイナス5度とかそのくらいで、どんどん温度は下がっていっています。このまましばらく放置します。マイナス30度に到達しました。結構簡単にマイナス30度に到達しています。重ねたペルチェ素子には温度差が発生しています。一番下のアルミヒートシンクの温度は室温です。そして下段のペルチェ素子、中段、上段といった具合です。その階層の間でも温度差が発生しています。下段のペルチェ素子の冷却面の温度が一番高くて、その中段の冷却面の温度はそれより低い。上段ペルチェ素子の冷却面温度が一番低くなっています。こちらのサーモグラフィーですとマイナス30度以下は測定できないことが判明したので、今回は熱電椎を使ってやることにします。熱電椎の固定は水滴でやることにしました。冷えると勝手に凍るので便利ですね。固定もバッチリです。熱電椎を使った場合、温度はマイナス55度まで低下しています。これは指で触ると確実に凍傷になるレベルです。相当冷たいです。ヒートシンクの自然空冷ですと放熱が全く間に合わなくなってきますので、こちらに強力なファンをつけてこんな感じで強制空冷していきます。音は相当でかいですね。かなり強力にヒートシンクを冷やしてくれます。ここからペルチェ素子に流す電流を変えていって最高に冷える最適な動作点を探していきます。ですけどもその前にもう一工夫あります。実はこの状態だと上段の冷却面の温度を下げきることはできません。というのもペルチェ素子の周辺で空気の対流が起きているからです。ペルチェ素子周辺の空気の動きを遮断して、そして熱の移動を防ぐために断熱する必要があります。一番理想なのはペルチェ素子の周辺だけを真空にすることです。これは技術的には可能なのですが、実際にやろうとするととてつもなく難しいので諦めます。なのでこちらの断熱材を代わりに使います。住宅の断熱などに使われるスタイロフォームです。熱伝導率は 0.036W パーメートルケルビン以下なので結構低いです。こういった発泡スチロールとかウレタンフォームとかいろいろ検討したのですが、入手性や加工性、材料の安定性などを考えるとスタイロフォームかなといったところです。スタイロフォームで断熱ケースを作っていくのですが、スタイロフォームとペルチェ素子が接触しないようにある程度の空間は空けておきます。なぜかというと、間に空気の断熱層を入れた方が良いと考えたからです。空気の熱伝導率は 0.024W パーメートルケルビン。スタイロフォームは 0.036W パーメートルケルビンです。空気の方が約 30% 熱が伝わりにくくなります。ただ断熱空間の中でも空気の対流が起きたり熱勾配があるかと思うので、ペルチェ素子への接触を最小限にし、かつ空気の対流を防ぐような形状のスタイロフォームも中に入れておきます。空間を開けるのか、それともピチピチに覆うのか、どっちがいいかは試していません。断熱した状態で実験していますが、温度はかなり下がっていてマイナス52度です。ちなみに上段のペルチェ素子は動作させていません。この状態で上段を動かしてみると、はい、温度がどんどん低下していっていますね。低下スピードも非常に速くて、今マイナス60度になりました。こんな感じで断熱は相当効果があります。ここからさらにペルチェ素子の温度が低くなる最適な動作点を探していきます。今回はペルチェ素子を3つ使っているので、調整できる電流が3つあります。それぞれの電流に対して温度を測定し、最も温度が低くなる電流の組み合わせをこれから探していきます。ちなみにある程度の理論計算はできるのですが、現実はですね、いろいろと熱が逃げていく経路がたくさんあるので、今回の理論計算は参考値程度には役に立ったかなといったところです。熱の実験は結構時間のかかる作業が多く、1回設定を変更すると温度変化が落ち着くまで 2,3 分ぐらいかかります。今回有効な電流の組み合わせがだいたい150個くらいあるので、それらを全て実験しました。なかなか時間のかかる作業です。このような電流の組み合わせで実験していき、ある程度の傾向がつかめるところで電流を決め打ちで最低温度を探っていきました。というわけで、温度が最低となった電流の組み合わせで実験を始めます。今ちょうど上段のペルチェ素子に電流を流し始めました。スタート時の温度はマイナス54度程度です。今マイナス60度いきましたね。ペルチェ素子の消費電力はそれぞれ下段が 100W、 中段が 24W、 上段が 5W です。どんどん温度が低下していってます。そしてマイナス70度です。温度低下の速度が少しずつ遅くなってきました。だんだんと温度が平行してきて、温度はマイナス74度となっています。これが最低温度です。というわけでですね、温度マイナス70度以下到達することができました。熱の初心者が頑張ってやってみたんですけども、ある程度の結果は得られるということが分かりました。ちなみに室温は26度程度なのですけども、室温を20度程度までに下げるとペルチェ素子の温度は 2,3 度低下します。結局は冷却に使う空気の温度が低ければ、その分ペルチェ素子の温度も低下していきます。例えば真冬に実験するとマイナス80度くらいはいけそうな雰囲気はしています。こんな感じで低温実験ができるようになったので、早速使ってみたいと思います。まずはこちら 1kΩ 抵抗を試してみます。抵抗は温度係数を持っているので、温度が上下するとそれに従って抵抗値も上下します。常温での抵抗値は 991Ω です。4端子砲を使って真ん中に熱電対を巻きつけます。早速温度下げます。はい、どんどん温度が低下していきます。抵抗値は上昇していくようですね。今温度がちょうど0度を切ったところです。抵抗値は最初 991Ω でしたが、 995Ω、 6Ω と上昇しています。ですので先ほどの抵抗は負の温度係数を持った抵抗となります。グラフも見てみましょう。こちらが温度、そして抵抗です。このように温度が低下していくと抵抗値は上昇していきます。こういう風な実験ができるのはなかなかいいですね。温度がだいたい下がりきりました。常温より抵抗値は 17Ω くらい大きくなっています。結構変わりますね。次は電解コンデンサーです。中に入っている電解液が凍ってしまうと静電容量は低下していきます。そういった低温まで持っていけるか試してみます。室温時の静電容量は53μFです。こちらも温度を下げていきます。温度0度を切りました。静電容量はですね、ちょっとずつ減ってるかなっていうところですね。電解コンデンサーのサイズが結構大きいので、冷えるまでに多少時間がかかるかと思います。適当に早回しでいきます。55度を下回りました。マイナス55度はこちらの電解コンデンサーが使える温度の加減です。マイナス60度きましたね。静電容量はどんどん低下していってます。もう少し放置します。マイナス70度です。もうちょっといかないと静電容量下がってきませんね。なかなか厳しいです。ドライアイスの温度がマイナス79度で、その時にですね静電容量すごく減るんですけども、もうちょっと温度足らないですね。48μFまで減少しました。もう少し温度下げられるともうちょっと小さくなるかなといったところです。ただ実際の動作波形を見てみると明確な違いが出てきています。常温時の電解コンデンサーの電圧の立ち上がりはこのようになっています。一方でマイナス70度の時の立ち上がりはこのような波形です。ほぼ直角に立ち上がり立ち下がりがなっています。ですので内部的には確実に変化が起きています。というわけでペルチェ素子を使ってどこまで低音を目指せるのか実験をしてきました。結果としてはペルチェ素子を3段重ねにすることでマイナス74度まで持っていくことができました。今後低音実験が必要な時はこれを使っていこうかと思います。ただですね、実験した限りだとそこまで大きな部品を冷却するということはできずに、指先サイズぐらいの部品であれば冷却に使えるといった感じです。ちなみに今回実験するにあたってリファレンスモデルとしてこのようなものを用意していました。あらかじめ3段スタックされたペルチェ素子です。これ1つで約3万円します。自作した3段モジュールは合計で1万3000円です。ですのであらかじめスタックされた既製品の方が2倍くらい高いですね。既製品の方がやっぱり使いやすいですね。そしてしっかりと冷えてくれます。だいたいマイナス70度程度まで低下します。既製品と自作の違いは主に構造と消費電力です。自作品はセラミック半導体、セラミック熱伝導グリス、セラミック半導体といった感じで続いていきましたが、既製品はセラミック半導体、セラミック半導体というように熱伝導グリスとセラミックが少なくなっています。これによって既製品は熱抵抗がかなり小さくなっています。設計も最適化されているかと思うので、低電力で効率よく低音まで到達できる、そういった違いがあるわけです。試しに既製品の3段のやつとイチケンが自作した下段中段を組み合わせてみたら、なんと温度マイナス92度までいきました、予想外です。なかなかすごいですね。多分なんですけど YouTube の他の動画を見てもマイナス92度マイナス93度いってる動画はですね多分ないです。 YouTube 新記録ですかね。ただですね、非常に低温にはなってるんですけども実用性はそこまでないかなっていうところですね。大きなものを冷やそうとするとマイナス90度まではいかないかなっていうところですね。80度台がいいところかと思います。というわけでもしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。イチケンの公式 LINE もやっています。セール情報など配信しているのでぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、イチケンチャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。イチケンでは製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。イチケンが作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。